ういう時は何どうするんですか。嫌だなとか狭いわって思うと、狙ったとこ見て撃つしかないですよね。撃っちゃったらしょうがないから。力はいつも通り、いつも通り、いつも通り、はい、うん、はい、良かったです。すごーい、もろともしませんこの狭さを。女子ってか女性のゴルファーとラウンドしてるとバンカーが悩みが多い人が多くて、うんうん、特にやっぱドローっていうか、うん、インサイドからクラブが入ってくる人はバンカーは苦手だなと思うんですけど、うんうんうん、プロもドローじゃないですか。はい、別物で考えてます。そう、別物でやってます、うん、バンカーは普通のショットと全然違うバンカー用の打ち方。そうそうそう、はい、一番はやっぱオープン、オープンに構えてもうカットに入れる。カット、はい、もうアウトサイドインみたいな。そう、しかもなんかそのさっき言ってた突っ込まないじゃないけど、はい、なんかこう待たないですよね。待たない、バンカーこそもうさっさみたいな。そうですね、うん、でもやっぱり、うん、待つ、こうはダメなんですよね。こうはダメ、うん、こういうカットなんですよね。こういうカットはダメで、こうはダメで、こう、そう、体の層を通ってカットに、あ、こう離れてくカットだったら刺さっちゃうばっかなんで、リップエンドから入れる、こう手から入っちゃう、入っちゃうの。リップエンドをボールに刺すような感じ。グリップエンドをオープンにしてグリップエンドをボールに刺すイメージ。体を切りながらこういう感じ。あ、そうですよね。そうそうそう、やっぱりその打ち方変えた方がいいですよね。変えた方がいいと思う。もともとやっぱフェードの人は結構うまく打てるけど、ドローとかまあちょっと手前から入りやすい人は完全に打ち方変えて別物、別物って考えたらいい。そうなんだって。皆さんバンカーの別物で練習してください。オープンに構えてください。オープンに構えて、グリップエンドボールに突き刺す。わらじのようなバンカーに入ったら最悪ですね。でも、あ、暑いですね、今日は。そう体とボールの距離はいいんですけど、なんかもうちょっとこの辺で構えてるように見える。あ、構えてる。あ、構えてる。ダメですね。近づいて構えるのがすごく嫌です。あ、嫌なんだ。あ、気持ち悪い。ここに引っかかりそうとかないんですけどね。ないんですけど、なんか、うん、でも慣れだと思うんでやってみます。そうですよね。特にやっぱこうやって安定しないですもんね、うんうん、バンカーとか近い距離はちょっと近づいた方がいいかも。うん、左のスライスで。すごい、今こっちに結構ココロさん入れるからさ。そう、私もしかも入ってないと思って、あれやってた。早くちょっと画面入れなきゃと思って。
広いです。広いですよね、はい、越えちゃえば。越えちゃえば全然、うんうん、OK です。やりにくくない範囲で。こうしすぎちゃうから。うんうん。そうそうそう。深く緩まずに。うまい。おお。めっちゃいいよこれ。入るよ。ああ惜しい。ナイス。こんなのできたこと初めてです。マジですか。嘘。めっちゃ上手かった今の。自分じゃないみたい。みんなが一番よく知ってるけど。本当ですか。めっちゃうまい。で、なんか、インに引かなくなったから。あ、そうかも、うん、これはこうやってやっちゃうんですよね、うんうんうん、やばいパッド対決をしているっていう。本当はこんなことないもん。本当にやばいからアプローチいつも。でもその全てがでも遠いことに原因あるかもしれない、うんうんうん、インパクトもばらける。そうですね、遠すぎは良くないですね。ある程度距離が必要。これもまっすぐに行く。はい、ちょっと左側に。最終ホールです。はい、ナイスショー。なんかこう終わるごとに力強さが増してくるタイプとかですか。そうですかね。めっちゃさっきからさっきのドライバーといい、なんか触れがいい感じ、うん、あー開いたー。やばいけど山だからな。あ、うわ、あそこにスレコーもあるから、うん、羽が見えなかった。全く。そうですね。嘘。やばい、やばい。珍しい。やっぱね、起き上がりますね。なんでモデルになろうと思ったんですか。でも芸能人にただ憧れてて、ちょっと中学生ぐらいから、うんうん、モデルとは決めてなかったです、うんうん。キャンキャンとか、うんうん、山田優ちゃんとかエビちゃんとか萌えちゃんとかやってた時とかすごいなっていうのは、すごい。あとセブンティーンとかだとなんか鈴木恵美ちゃんとか。鈴木恵美。乗った。乗った。ナイスオン。はい。
ございました。ありがとうございました。お疲れ様で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 す。お疲れ様です。どうでしたか。楽しかったです。はい、全然緊張とかでもなかったですね。緊張なかったです、ね、はい。結構朝一みんな緊張するとか言うんですけど全然本当ですか。全然緊張もなく、はい、今日は大丈夫でした。はい、いや、確かに本当に勉強になりました。ありがとうございます。おかげさまで本当一番苦手としてたアプローチが、はい、びっくりするぐらいピンに向かっていくってこういうことなんだな、うん、いや、めっちゃ良かったですよ、ね、最後のアプローチ17番のアプローチもう一回見てください。永久保存版。永久保存版。あの後半リサさんと私パター対決したじゃないですか。はい、実はですよ、あのリサさんにアプローチを教えてもらってたら なんかこれぐらいによるようになってしまい、なんかポコポコ一回ログパッド入ってるのまでもでかかったですね。そうそう、あれめっちゃ良かったですね。あれがでかくて負けました。あと調子に乗りアプローチまで教えてもらったらまさかの一打肩ストローク負けました。悔しいです。次回はまた面白い勝負をお願いします。そうですね、あんまりこう勝負になりません。とんでもないです。お願いします。この後試合、はい、次はいつから5月31日から6月2日にステップアップツアー日以降女子オープンに日以降女子オープンに出ます。それはどこでやるんですか。それは富山県です。おで、それもスカイエーでスカイエーで放送です。ぜひそちらで見て村田梨紗ちゃん応援してください。ください。はい、今回は本当に皆さんの参考になった動画がたくさんだと思います。私もかなり勉強になりました。だってアプローチが上手くなればこんなにパター数も減るという、うん、しかもゴルフがかなり楽になりますね。はい、でアプローチに自信があると本当になんか全然変わるなって思います、うん、あんなに寄ってくれたらもうあと超楽じゃん。セカンドも楽になります。楽になりますね。まあ外れてもいいやになりますもんね。練習あるのみですな。では皆さん次回の動画も楽しみにしててください。 YouTube のチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではバイバーイ。